愛してるよマイダーリン。早く帰ってきてくれないと寂しくて私泣いちゃうぞ。送る相手間違ってるよ。あ、なるみさんだったのか。送信相手間違えちゃった。旦那さんに送る内容を私に送っちゃったってところかな。え、この LINE は旦那に送るわけじゃないよ。あれ、そうなの？内容的に旦那さんかと思ってたんだけど。実はね、先週私旦那と離婚しちゃったんだ。え、そうなの？ごめん、知らなかった。別に気にしなくていいよ。誰にも言ってなかったし、私も気にしてないから。人生いろんなことがあるよねって話。まあそうだよね、人生何があるかわかんないから。なるみさんもバツイチだもんね。バツイチ仲間としてよろしく。じゃあさっきの LINE って？こないだ町工に出かけて出会った人に送る LINE だったの。ちょっと待って、旦那さんと別れたのは先週なんだよね。そうよ。それなのにもう違う男性とお付き合いしてるってこと？お付き合い前の一番楽しいウフフキャッキャの時間かな。けどもうキスもしてるし、多分付き合うまで待ったなし。はあ、まあ別に否定はしないけど、うん、そっか。子供も旦那が面倒を見ることになってるし、私暇なんだよね。そこで町工に出たらまさかのイケメンと出会ってさ、そこからすぐに手をつないでデートに出かけてキスもして、うふふ。別にそこまで深く聞いてないから。なるみさんも早く次の相手を探した方がいいよ。独り身なんてかわいそう。私は娘との生活が楽しいから。強がりおつ。あ、なるみさんも一緒に町コン行く？もちろん私にはマイダーリンがいるから付き添いだけど。遠慮しとく。なるみさんずっとかわいそうだと思ってたけど、本当にそのままでいいの？惨めな生活を今後もずっと続けていくつもり？勝手にかわいそうだってあなたの物差しで測らないで。私は幸せだし惨めな生活だと思ってない。高級タワーマンションに住んでいるから幸せってわけではないんだよ。正直バツイチなのになんであんなに堂々としてるんだろうってずっと思ってて、私だったら恥ずかしくて外も歩けない。もしかして私喧嘩売られてる？違うよ、これは私の考え方の問題だから気にしないで。でも私はバツイチとか独り身女って言われるのが絶対に嫌だから、早く次を探してしまいたい。あっそ、どうぞご自由に。うん、ありがとう。なるみさんも早くその惨めな生活に区切りをつけて。いい加減にして。え？あなたが離婚して次の恋愛に進むって言うなら私は別に止めないけど、人の家庭に口を出して勝手に見下すのはやめて、不愉快。でもきっとみんな裏で同じようなこと言ってるよ。自分たちは離婚しなくてよかったとかね。言いたい奴には言わせておけばいい。それじゃ。あ、ちょっと待ってよ、まだ話終わってないのに。私の名前はなるみ、タワマンに住むシングルマザーです。私は小さい頃から変な人に絡まれやすい体質で、そのせいか思ったことはすぐに言うサバサバとした性格になりました。今 LINE をしていたのはママ友のみなみさん。彼女が離婚してたなんて知らなかった。本人は気にする様子もないし、開き直っているのか知らないけど、あの態度。次の恋愛に進むのは結構だけど、それで私を不幸だって勝手に決めつけないでほしい。ああ、思い出すとなんか腹立つな。数日後。マイダーリン、付き合って一週間記念日でバッグ買ってくれてありがとう。すごく高そうだったけど、本当にもらってもよかったのかにゃん。あなたわざとやってるでしょ。あれれ、なるみさんに間違えて送ってた。ごめんね。前回も間違ってたし、ちゃんと送り主確認しろ。ごめんごめん、間違えちゃった。でも LINE したついでに私とマイダーリンの話聞いてくれる？興味ない。実はあれから付き合うことになって、今はすごくラブラブなの。聞いてないのに勝手に語り出したよ。すごく私のことを大切にしてくれて、夜の方もすごい。聞いてないし下品。だって離婚したことまだみんなに言ってないから、なるみさんぐらいしか聞いてくれる人いないんだもん。それにね、ダーリン経営者みたいで、ブランド物とかよく身につけてるんだよね。あっそ。それに付き合って1週間記念日でバッグもプレゼントしてくれて。ってごめん、彼氏いないなるみさんにはこんな話早かったか。はい。なるみさんってちなみに彼氏はいるの？いないけど。やっぱりね、そうだと思った。男の影が全く見えないから。それが何？
やっぱりなるみさんかわいそうだなと思って男の人を紹介してあげようか。私の彼は経営者だからきっといい人を紹介してくれるはず。なるみさんと仲良くなれそうな人5人ぐらい紹介してもらうね。大きなお世話必要ない。そんなこと言ってたらお子さんがかわいそう。私の子供がかわいそう。お父さんがいなくてきっと寂しい思いしてるはずだし、その当の本人のお母さんが次の人を探してないなんて。だからさっきから大きなお世話だって言ってるでしょ。私の子供から直接聞いたの。いやそうじゃないけど絶対そう思ってるよ。勝手な憶測で私たち家族のことをバカにするのもいい加減にして。え？バカにしてないからそんなに怒らないでよ。気分悪い。ごめんごめん、怒らせるつもりはなかった。実は今日なるみさんにお願いがあってさ。何？30万貸してくれない？は？実はね、今付き合ってるダーリン体が弱いらしくて、たまに体調崩す時があるみたいなんだけど、その病院代を貸してほしいって言われて。自分で払えるでしょ。それがね、現金はあまり持ち歩かないタイプで全部キャッシュレスなんだって。だからとっさの時に現金が欲しいから貸してくれって言われた。いやちょっと待って、普通に考えておかしいでしょ。銀行に行けばお金があるはず。それにクレジットカードとか持ってないの、その人。さあよくわかんないけど、とりあえず現金を持ち歩かない主義なんだって。だからそういう話じゃなくて、病院に行くのにお金が払えないって変だよ。そんなことよりお金はいつ貸してくれる？ちゃんと私の話聞いてる？めんどくさいな、早くお金貸してよ。あなた騙されてるんじゃない？はあ？自分が相手いないからって変なこと言わないでよ。だから男紹介してあげるって言ってるのに。そういう話じゃなくて、まあお金がない理由として今彼女さんがいるっていうのも大きいかも。は？その人付き合ってる人がいるの？だけどもう少しで別れるって言ってたから、ちょっと待っててって言われた。彼女さんね、別れ話すると大号泣して過呼吸とかになるんだって。でももう好きでもないし、私の方が美人だからすぐ別れるって言ってくれた。いや絶対に騙されてる。ダーリンは誠実でいい人なんだからバカにしないでよ。誠実ないい人は彼女がいるのに町子に行ったりしない。もうめんどくさいな。とりあえず後で口座番号を送るからお金だけ振り込んで。なるみさんとは今後関わりたくないからブロックする。ブロックするのはいいんだけど、お金は払わないから。期日までに払わなかったらなるみさんの家ぐちゃぐちゃにしてやる。分かったらお金振り込んどいてよね。べー、子供かよ。1ヶ月後、なるみさんお金貸して。彼がまた病気になっちゃったみたいで。ブロックして LINE しないんじゃなかった？今そんなこと言ってられないくらい緊急事態なの。彼の病院代のため300万貸して。あんた男に騙されたんでしょう。え？ SNS であんたの顔さらされて有名人になってるよ。嘘！あんた既婚者に手を出してたんでしょう。その奥さんがブチギレてる。慰謝料請求はしたけど、それだけじゃ収まらないって。あなたと男性のことが事細かに書かれて今注目されてるよ。顔写真も出てたからすぐに分かった。ちょっと待って、嘘でしょ？なんでこんなことになってるの？慰謝料なら払うって言ったのに。そのお金を私から借りようとしてたってことか。クソだな。 SNS 見たけど、あの男私以外にも相手がいたの？過去何回も浮気をしてきてたみたいだね。今回は4股？えげつない。あのクソ男のせいで私の人生台無し。私にくれてたブランド物のバッグも奥さんのお下がりだったみたいだし、奥さんがお金持ちであの男はただのアルバイト。私は騙された被害者なの。けどあんた自分が浮気相手だってこと知ってたんでしょ？それは知ってたけど。ならあんたが悪い。なるみさんお願いだよ、お金貸して。私慰謝料なんて払えない。散々人のことをバカにして見下してきたくせにお金では頼るんだ。ごめんなさい、謝ります。もうなるみさんのことをバカにしたりしません。やっぱり私のことバカにしてたんだね。はっ。それじゃ今度は私がブロックするから、さようなら。見捨てないで。ゆりとひまわりとみなみのライン。二人ともお金を貸して。 SNS で大人気のみなみさんじゃないですか。
悪い意味でですけど。もう事情は知ってると思うんだけど、お金が必要なの、お願い。なんで私があなたのことを助けないといけないんですか？お金なんて貸せないですよ。私旦那と離婚して貯金もすっからかんなの。次の人生のため頑張ろうと思って新しい彼と付き合い始めたのに、まさかこんなひどい仕打ちを受けると思わなかったの。私を助けて。被害者ぶってますけど、あなたはただの加害者ですからね。違う。私、なるみさんに迷惑をかけた人の言うことは絶対に聞きたくありません。え？だってなるみさんは私にとっての生きがいで大切な人。なるみさんは2年前ユリを痴漢から助けているんです。だからなるみさんのことが大好きなんですよ、ユリは。その話は知ってるけど。なるみさんに散々暴言を吐いてバカにしたあなたのことは絶対に助けません。なんで私となるみさんの話した内容を知ってるの？なるみさんがチクったのね。なるみさんはそんなベラベラ喋る口が軽い人ではありません。ユリはなるみさんのことが好きすぎて、なるみさんのことを調べ尽くしてるんです。え？なるみさんに関わりがあった人、関わるかもしれない人のことは全て調べ尽くします。マジで？大マジですよ。なるみさんのことをバツイチだなんだと散々バカにしたみたいですね。なるみさんはとても綺麗で心が優しい女性。そんななるみさんに向かってよくもそんな暴言を吐いたな、クソ女が。どうどう、あんまり興奮しすぎないで。この後なるみさんと3人でお出かけなんだから。言われなくてもわかっています。だいたいなるみさんとのお出かけは2人でもよかったんですよ。私は3人で行けるのが楽しみだよ。えへへ。何なんですか、あなたは。本当に調子が狂いますね。私なんだか最近ユリの扱いがわかるようになった気がする。はあ、調子に乗るな。ごめんなさーい。最近の舐め腐った態度はちょっと考えものですね。何か手を打つか。冗談だからごめんなさい。ちょっと私の話聞いて。私はお金が必要なの。なるみさんに迷惑をかけたこと謝るから。謝ると言いながら今ブログになるみさんのことを書いていますよね。え？ブログ？バツイチ女のくせに顔と給料がいいからって得しすぎ。お金ぐらい稼よ、ケチ女ですか？え？え？このブログはまだ公開してない、今書いてる途中なのになんでわかるの？ユリに目をつけられたら24時間365日見られると思ってください。はぁ？あなたがトイレに行った回数、体をかいた回数、髪の抜けた本数、全部バレています。そんなことがありえるわけないでしょ。それがありえるのがユリという女です。あなた今日10時21分に行ったトイレで手を洗い忘れていますよ。汚い。そんなことないから。とりあえず私はあなたのことを許さないということだけ頭に入れておいてください。ちょっと待って、じゃあお金は？貸すわけないじゃないですか。貸すわけないですよね。あなたは今後誰と付き合っても最悪な恋愛しかできないようにしています。しています？まるで決定事項のように言ってるけど、あんたは神様かなんか？確かに、もしかしたら何かの神様なのかもしれません。あれだけ人の人生を操ることができるんだから、破壊神とか。ひまわり、後で時間をください。やっぱりあなたは再教育が必要です。違うの、誤解だから。そんなに壊してほしいなら、あなたの人生も破壊しましょうか？勘弁してよ。私独り身の生活なんて嫌なんだけど、絶対再婚したい。じゃあ選ばせてあげます。え？体の一部がなくなって生活が困難になるか、この世から完全に消えてしまうか、刑務所で過ごすことになる、恋愛ができないか、どれがいいですか？どれも嫌です。でも強いて言うなら恋愛ができないのが一番嫌だ。マジかこの人。それが分かっているから、あなたには恋愛ができないようにしたんです。消え失せろゴミ虫が。そんな。なるみとゆりとひまわりの会話。今日は陶芸教室楽しみだね。はい、なるみちゃん。3人で来れると思ってなかったです。なるみさんからのお誘い、気絶しそうなほど嬉しかったです。あ、
そういえばなるみさん、なんで花を飾ってくれないんですか？何の話？確かになるみさん、ずっと私たちが渡した花瓶を飾っていますけど、お花は生けていないですね。何言ってるの？二人からもらったのは花瓶じゃないんだから、お花なんてさせないでしょ。ええ、あれ、あー、いや嘘、冗談だよ冗談。実は今日帰りにお花を買って帰ろうと思ってたんだ。楽しみすぎてさ、その、あの、いや、実はあれが何かわから、その、ごめん。なんだ、楽しみすぎて使えなかっただけだったんですね。私もよくあります。確かに私もお気に入りのやつってすぐには使えないな。私はなるみさんにもらった贈り物はショーケースに入れて飾ってるんです。いや、使いなよ。あれ、そういえば何に対してなるみさん謝ってたんですか？いや、その、なんでもない、ごめんごめん、間違いだった。二人からもらった花瓶、とっても独創的でよかった。ありがとね。いえいえ、お礼だなんて。二人の自信作ですから、ぜひ使ってください。うん、とりあえずじゃあ教室に行こうか。うん、あれ花瓶だったのか。さて、今日も頑張って作りますよ。おー。その後、南さんは慰謝料を払って噂のマイダーリンとは別れたみたい。慰謝料はどうやって払われたのかって、両親に頭を下げて立て替えてもらったらしいよ。今はそれを月々10万円ずつ返済しろって言われて、休む暇もなく働いているらしい。あの後、何度か新しい恋愛にチャレンジしようとした南さんだけど、ことごとく失敗。付き合った人がニートだったり、モラハラ男だったり、男性の人が好きだったり、結局まともな恋愛ができず、再婚は夢のまた夢。街中で大泣きしながら、なんで私はいつもこうなのって酔っ払ってる動画を SNS で見た時はさすがにびっくりした。きっとこれからもまともな恋愛はできないんだろうな、彼女。まあ、ユリに目をつけられたのが運の尽きだね。それより、私がびっくりしたのは、まさかあれが花瓶だったなんて。ユリのはまだ花を刺す場所があるんだけど、ひまわりのに関しては花を刺す場所が真横にあるんだけど、どういうこと？今日三人で作ったお皿を見て、先生の顎が外れそうだった。作る過程もっとちゃんと見とけばよかった。ちょっと、水木さん、なんで誘ってくれないの？は？高級ステーキの食事会よ。ほら、新しくできたお店。あそこにみんなで行くんでしょ？私聞いちゃったの。知らないよ。あ、しらばっくれても無駄だから、もう他のママから聞いたの。へえ。今度の土曜日、12時からみんなでランチなのよね。誰から聞いたの？みんなで話してるところ、こっそり聞いてたの。あ、そう。いいな、いいな。高級ステーキで食事会とか羨ましい。誰かが食事券当てたんでしょ？いいな、いいな。そうよね。いいことがあった時はお裾分けよね。で、何か用事？私これからランチなんだけど。あ、そうそう、その食事会に私も参加するからよろしく。あとね、もう一人パート先の後輩も連れていくね。いや、何言ってんの？だってただなんでしょ？なら人数増えてもいいよね。私は食事券を当てた人間じゃないっていうのもあるけどさ、別に完全にただってわけじゃないんだよ。はあ？え、どういうこと？確かに食事はただでおごってもらえるよ。ほら、そうでしょ？でもみんなそのままにお礼もするよ。お金は払わなくていいって言われてるから、だいたい食事代の半額くらいを目安に何か買うことにしてるの。そのままには言ってないけどね。はあ？え、じゃあ2000円だったら1000円分の何かを用意する、そういうことなの？そういうことだね。うわ、ケチすぎ。ただで当たったものなのにね。いや、だからその当てたままには内緒で用意してるんだよ。マナーでしょ、マナー。ありえなくない？そのくらいただで食べさせろって感じなんだけど。私は何も用意しないからね。そもそもまどかさんって食事会に呼ばれてないでしょ。だから水木さんに連絡したんじゃない。水木さんならこの食事会を誰が主催したのか知ってるでしょ。私と後輩ママをメンバーに入れるようにそいつに言っておいてよね。そいつって、あのさ、失礼だよ。それにまどかさんは食い逃げ常習犯じゃん。やだ、何それ、人聞きの悪いこと言わないでくれる。人聞きの悪いね。みんな知ってるよ。気の弱そうなママさんを狙って食い逃げしてるよね。ランチ行きましょうって誘って会計前に逃げるんでしょ。ええー、
水木さんって陰キャの言うこと信じるの？あのね、そいつらは寂しい人間なのよ。だから私が相手してあげたの。その分食事をおごってもらって何が悪いのよ。すっげえ理屈。まったく、陰キャのくせに生意気なのよ。その点後輩ママは可愛いのよ。まどかさんは頼りになります。まどかさん以上の人はいませんって。最近仲良くなったんだけどね。よくわかってるわよね。いや、どうでもいいんだけど。私の名前は水木。医療ソーシャルワーカーの夫と小学1年生の娘千秋。そして保護猫カフェからやってきた猫のニャニャ丸と毎日楽しく暮らしているよ。先日仲良くしているママ友が高級ステーキハウスの食事券に当選。これが結構な額なんだけど期限が短くてね。ご家族でも楽しんだらしいんだけど、せっかくだからと私たちママ友も誘ってくれたんだよ。それを聞きつけて騒いでいるのがまどかさん。この人のこと私は食い逃げ常習犯って呼んでるよ。本当にタチが悪い人なんだよね。当日どうなるか心配していたんだけど、やっぱり現れたよ。パート先の後輩ママって人も一緒にね。で、この後輩ママさんがさ、私も知ってる人だったんだ。悪い意味でね。高級ステーキハウスで食事会とか最高よね。いいから私と後輩ママにもおごりなさい。早くしろ。あんたそんな場合じゃないよ。え？今店の外にいるんだよね。そうだけど。後輩ママのリナさんは？あれ？いない。その人今店内にいるよ。はあ？もう待ってって言ったのに。なんか資料配ってるけど。資料？何それ。あ、そっか、なるほど。私を紹介するための資料ね。やだ、もうあの子ったら私のこと本当に尊敬してるのね。すっげえな。どうやったらそこまでポジティブになれるんだ。そうじゃなくて、なんか悪行をまとめた資料だね。誰にたかりをしていくら払わせたか。うわ、あとは不倫の証拠とかもあるけど。何よそれ。ちょっとどういうことなの。いや、今言ったまんま。気になるなら見に来ればいいんじゃない。だってなんか変なもの見てるんでしょ。すごいね。こういうの朝ホストっていうの。旦那さんが出勤した後にホストに行って昼まで飲んでるんだ。うわ、ホストと手つないで大人のワンダーランドに入っていく。どこまであるの。ちょっと待てよ。というか何、どういうことなの。なんであの子リナがそんなことしてるのよ。だってリナが言ったのよ。この食事会は食事券を使うんだから私たちもおごってもらえるはずだって。へえ、そういう感じだったんだ。なんか私たちご近所のママが集結するところ狙っていたみたいだよ。尊敬されるどころか、なんか恨まれてるんじゃないの。そんな。いや、マジで怖かったよ。食い逃げ常習犯のママさんがまどかさんで、まどかさんと同じ場所で働く後輩のリナさん。私はこのリナさんって人も知ってるんだけどさ、なんて言ったらいいのかな。素直に怖い人かな。何を考えているのかよくわからないんだよ。だってさ、私たちがいざ食事をしようって時なのに、笑顔でまどかさんの資料を配ってニコニコしてるんだよ。さすがにドン引きするわ。そしてどうやらこの資料はまどかさんの旦那さんも知るところになってね。数週間後。水木さんお願い、あのリナに連絡を取りたいの。あれ、まどかさん離婚して一人で引っ越したんじゃなかったの。そうよ、私離婚させられたの。周りの人に迷惑をかけまくった挙句不倫かよ。しかも家の金を使い込んでふざけるなって言われて。うわ、そりゃ元旦那さんも怒るでしょ。あれは全部あのリナのせいなのよ。リナさんがなんであんなことをしたのかわからないけどさ、実際に元旦那さんを裏切っていたのはまどかさんだよね。まどかさんも悪いことしたって自覚ないわけ。だって旦那は仕事ばっかりで寂しかったの。私は悪くない。寂しいから不倫するっていうのは違うでしょう。まどかさんの家のことだから私には関係ないけどね。ねえ、リナに連絡取ってよ。あいつ私をブロックしてるの。そんなことに巻き込まないでくれる？リナさんの家に行けばいいじゃん。それが行ったらいなかったのよ。え？数ヶ月前に離婚して引っ越して行ったって。旦那さんは子供と実家に戻ったらしいけど。じゃあリナさんはこの辺りで一人暮らししてるんだ。あいつなんでこんなことするのよ。だってずっと私のことを褒めてたのよ。なのにどうして。あ、ちょっと待って。何よ。ちょっと気になったからグループラインで聞いてみたんだけど、リナさんとまどかさんの元旦那さん一緒に歩いてたらしいよ。で、同じアパートに入っていたみたいだけど。
アパート？元旦那は一戸建てでそのまま生活してるの？じゃあそのアパートはリナの家ってこと？というか、なんで私の元旦那とリナが？これってまさかだけど。私はめられたのね。いや、まるで昼ドラを見ているみたいだよ。ずっと疑問だったんだよね。リナさんがなんでまどかさんに懐いたのか。どうもまどかさんの旦那さんを好きになったみたい。そういえばこのリナさんって人、数年前にもよその旦那さんを好きになってトラブルになっていたっけ。まどかさんの旦那さんを好きになったリナさんはまず旦那さんに近づこうとしたみたい。でもなかなかきっかけがつかめず奥さんから近づくことにしたんだ。で、まどかさんと親しくなったことで彼女の悪行を知ったんだろうね。これは離婚してもらうチャンスと裏でいろいろやってたみたい。怖。とはいえどちらの夫婦も離婚してしまったからね。離婚してから二人が仲良くなるのは何とも言えないよ。まどかさんはリナさんを訴えるのかなと思っていたけど、結局よくわからないという理由で放置。その後、なんとリナさんはまどかさんの元旦那さんと再婚したんだよ。まったくややこしいな、もう。これはまどかさんの完全敗北？と思いきや、リナさんの方もいろいろあったみたいだよ。まどかとリナのライン。どうしてあんな男だって黙ってたの？もう最低！本当にありえない！私の時間と労力を返してちょうだい！何言ってるのよ、私の男を奪ったくせに！あら、あなた何言ってるの？他の男と不倫していたくせに、奪うも何もないじゃないの。それにこの男、顔はいいのに顔だけ。稼ぎも悪いし性格もだらしなくて。あなた一体どんなしつけをしてきたの？うるさいわね、あんたに言われたくないわよ。はぁ、せっかく今度こそいい男を見つけたと思ったのに。こんなのいらない、あなたに返すわ。あたしだっていらないわよ。あらさ、じゃあその辺に捨てておく？でもね、捨てたいけど捨てられないのよね。何が？あの人私のストーカーになりそうなのよ。まどかさん全然家事や料理をしなかったんでしょ？私がしてあげると彼大喜びよ。うるさいわね。だから私に執着してひどいのよ。それとあんたの子供何？はあ？子供が何よ。私のことを魔女だって言うのよ。こんなの母親じゃない魔女だって。本当にあんた夫と子供どうやってしつけたの？あははは、傑作ね。この魔女離婚しなさい。だからこんな男いらないわよ。離婚するってば。本当にくだらない再婚だった。また違う男を探さないと。あんたはまた不幸になればいいのよ。よく言うわ。離婚されて一人になって寂しいくせに、行く場所がなくてボロボロの個室シェアハウスにいるんでしょ。息も詰まるような場所よね。うるさい、誰のせいだと思ってるのよ。でも別にいいわ、あんたも不幸だもの。どうしてこうなったのかしら。それはこっちのセリフよ。夫に稼いでもらったお金がないと私は遊べないんだから。私だってこんな男に粘着されて嫌よ。うるさい。あんただってうるさい。うるさい、うるさい、うるさい。その後、再婚したばかりのリナさんは即離婚。ちなみに本人は強がっていたけどさ、離婚の原因はお子さんだよ。旦那さんの連れ子、つまりまどかさんの実の子ね。その子がリナさんをとにかく嫌がって、それで何も見えなくなっていた旦那さんがハッとしたっていうのが真実みたい。当然リナさんに対して粘着なんかもしてないんだけど、あちこち言いまくるから今は裁判になってるよ。ちなみにまどかさんの方だけど、こっちもドロドロ。ほら、この人朝ホストに通ってたでしょ。同じホストを指名する客同士で喧嘩になっているみたいで、ネット上で個人情報を晒されたり晒したりしてるよ。悲惨だね。悲しいのはどちらにもお子さんがいること。やっぱり親がこういうトラブルを起こすとお子さんにも影響があるでしょ。ちなみにリナさんの元旦那さんは離婚したことで覚醒、お子さんと一緒に遠くへ引っ越していって今はカウンセリングも受けているみたいだよ。まどかさんの元旦那さんの方も今はようやく気づいたらしい。こちらも引っ越していったの。ご実家ではなくまともなおばさんが近くにいてお子さんの世話をしてくれているらしいけど、子供たちが健やかに育ってくれることを願うよ。健やかに育つって決して当たり前のことではないよね。まあ何が健やかなのかって言われたら難しいけど、
にゃにゃまると一緒に寝ている千秋を見ると思うことはいろいろあるかな。まあいろいろ考えすぎちゃうこともあるけど。そんなことより二人同じ格好で寝てるの可愛すぎる。こっそり写真撮っちゃおっと。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。